入るよ。どうぞ。パト、こんな時間にどうしたの？サボり、やってらんないからさ。嘘、私のために長期休暇取ったんだよね。かなわないな、月下には。ありがとう、今はその優しさに甘えるね。ソルテ様やみんな、すごく心配してくれて嬉しいわよね。アリシア様もソフィアちゃんも悪気がないのは知ってる。ただすごく頼りにされちゃっただけ。でもそれは反省させないといけない。わかってる。私も残ってた仕事の件数を見てびっくりしたわ。あれは無理ね。あはは。なあ、結果、思考を見てもいいか。ダメ、今の私の脳内を見るとパトはきっと私を軽蔑する。そういうことを考えるのは仕方ないだろ。それに俺は全部覚悟してるし、しっかり月下と向き合いたいんだ。それに俺がそれくらいで月下を嫌いになると思う。そんな薄っぺらい感情と関係で月下を選んだと思う。じゃあ話す。脳内だとすごく感情的だから。せめて口頭なら。うん、話して、遠慮しなくていいから。本当パトって不思議、こうやって信頼して甘えることができるから。せいせいした。ずっと技術開発部隊を辞めたかったから、ずっと憎かった、ずっと腹が立ってた。みんなは仕事が終わると遊んだりして交流を深めて組織内でも居場所ができているのに。私は同じ部隊の人と仲良くなれないし、むしろ仕事の話しかしないからきっと嫌われてる。帝国に来て1年、私は同じ部隊の子と遊んだことないし、プライベートの話とか趣味の話とか軽い世間話とか、それすらもできていない、そんな余裕がない。組織内では旧鬼紳士の子たちしか話せる人がいなかった。だけど、それがどんどん組織内で孤立していくのが分かってた。だって誰も私に手を差し伸べてなんかくれなかったから。ソフィアちゃんは勝手で、自分は好きなタイミングで仕事をするのに私には早急な結果を求めてくる。そのくせ、たまに仕事をしたと思ったら私より早く仕事を終わらせるわ。私が悩んでいたことも当たり前のようにすぐ答えを出すわで自分が惨めに感じて仕方なかった。アリシア様だってことかちゃんを同じように苦しめたのに何も学んでない。自分ができるから、自分なら問題ないからって自分基準で仕事を周りに渡してくるから周りは仕事だらけになって誰もアリシア様の仕事をやりきれてないって現実を全く認識できてない。でもアリシア様は優しくて一緒に頑張ってくれるから誰も文句が言えなくて。そんな環境だから相談もできなくて。私が一度怒って一日サボってパトとハクちゃんで遊んだ日の時のことを全くわかってないのよ。なんで私が怒ったのか理解してない。ふざけないでよ。メリアちゃんに波及機紳士の教育ができてないって怒られるしさ、なら改善してよ。どう見ても無理でしょ。何度も相談したのになんで細かい配慮ができないのよ。1教えて10理解する子もいれば、1教えて5理解する子もいるし、1理解する子もいれば、0.5 くらいしか理解できない子もいる。教育は簡単じゃないくらいわかってるでしょう。今回の件の処置をしてくれて、周りに怒ってくれて、俺の代わりに悪役になってくれたのもメリアだ。結果もわかっているんだ。だけどこれは今までに積もった不満。だから俺が今言うことはない。しっかり月下の気持ちを受け止めるんだ。辛いのよ。周りができて、成長して、新しい仲間や友人ができてる中、私だけ変わらないのが、すっごくのけもの感を感じるのよ。そうか。辛かったな。辛かったわよ、当然でしょ。頑張ったんだよな。頑張ったわよ、見てわからない。月下は俺にたくさんの怒りをぶつけてくれた。月下もぶつけさせてくれる優しさに甘えて、今はたくさん今までの感情を吐き出した。この休暇さ、俺と月下と旧鬼紳士たちで温泉旅行にでも行かない？今まで過ごせなかった分さ、一緒に過ごそう。月下も行きたいって言ってたでしょ。うん、行く。よし決まりだ。場所もみんなで決めよう。何するかも決めよう。それも楽しみの一つだろ。うん、やっとゆっくりお出かけができるね。パトボーン、ありがとうなのけ。今日はやけに頼りになるじゃない？知らないうちに鍛えたわねえパトー。当然だろ。大事な人が苦しんでいるんだぞ。こういう時がポイント稼げるだろ。そうねえ、作詞じゃない。月下が苦しんでるんだ。必死にもなるさ。って考えてるのね。本当、私は素敵な人に惚れたんだな。まんまたのしてるのがあれだけど。それじゃあ俺はちょっと席を外すね。アリシア様とソフィアちゃんのところに行くの。月下に都合よく隠し事は無理だな。ああ、けじめをつけないといけないからな。いつまでもメリアにばっかり悪役はさせられない。でもそれで関係が悪くなったら？俺もずっとそこを怖がっていた。だけどそれじゃダメなんだ。今回の件は俺が優柔不断だったのも原因だ。口で何とでも言っても結局中身がずっとおじけづいてしまってるんだ。だからこれは今後のためなんだ。それに俺は二人を信用している。これで悪くなる程度の関係じゃないって。見たいなら見るといい。会話を聞いて、二人がどう思っているか、月下には聞く権利がある。
だけど辛いなら俺が帰ってくるまで思考共有を閉じてて。行ってくる。場所は聞いてたけど、仮にも専属人の二人だから牢獄といっても多少マシな空間の部屋に収監されていると考えてたけど、ひどい環境だな。いや、これはメリアが選んだことで、それだけの重罪を犯したっていう戒めなんだ。情を抱くな。それにしても狭い空間に薄暗い光と水滴の音だけ、精神を徐々に追い込むような構造だな。すごい雰囲気、その場にいるだけで気がおかしくなりそうだ。メリアの拷問知識の賜物ってわけか、わざわざ水滴まで垂らすんだから。アリシア。パト様。パト様、すみません。私としたことがこんなご無礼な。構わない。あの、月下ちゃんは、精神は治ってる。だけど心の傷は治らない。心の傷は記憶にこびりつくトラウマだからな。数年は引きずるだろう。ごめんなさい。ごめんなさい。私は仕事のことばかり、目の前の貧しい人たちのことばかり気にして、月下ちゃんを壊した。ああ、そうだ。許してもらえるなんて思いません。私のような仲間の気持ちも理解できない愚か者を極刑にしてください。それはダメだ。それに俺は許す。慈悲はいりません。私が許されても月下ちゃんは。慈悲じゃない。許さないと先に進めないんだ。成長もできないし、償いもできない。俺が許すのはアリシア、未来のためだ。パト様。アリシア、俺はいっぱいアリシアに迷惑をかけた。俺も今回の件を含めて何度も失敗した。だけど許してもらえたからここまで成長できたんだ。アリシア、今は自分の失敗を悔やめばいい。だけど悔やみ終えたら今回の失敗を生かして成長しろ。これは主命令だ。口答えも許さない。わかりました。ありがとうございます。それじゃあ俺は行く。もっと今度は部下の技量に寄り添ってあげろよ。今度はもう、間違えません。うわーん。ソフィア。あどう、月下ちゃん、ごめんなさい。精神的に参ってるんだろうな。こんな場所だし、ソフィア閉所恐怖症と暗所恐怖症だしな。月下ちゃんが壊れた時の状況を聞いたんだ。書類ごと頭を机に強くすりつけてたって。その書類はね、私がその日持って行った書類だったの。それで月下ちゃんが壊れたんだって。その書類はぐしゃぐしゃで月下ちゃんの額の血が滲んでたって。私、最低だよ。それ教えたの誰だよ。ショッキングすぎるだろ。ソフィアは今度からどうするんだ。もう甘えないよ。月下ちゃんは月下ちゃんで頑張ってるんだから甘えない。すごく反省してる。でも先に行った方がいいよな。多分今言わないと、この謹慎後、知らされてまた落ち込んでしまうかもしれないから。ソフィアのこの状態は長引かせたらダメだ。今はっきり言っておかないと。ソフィア、月下は技術開発部隊を辞職した。今は俺の帝王直属近衛部隊総長に移動が決まっている。技術開発部隊の副総長は検討中だ。私のせいだ。私が、そんな、酷な話なのは理解してる。だけど今言わないとせっかく反省して心が癒えた時に追い打ちになる。ソフィア、今回の件はソフィアも悪いしアリシアも悪い。自分の役割と役職、直属部隊が何のためにあって、何のために複数の従属心を預けているか。それを考えるんだ。ソフィアは帝国権力ナンバー3。専属心の誰もソフィアに注意はできても命令はできないんだ。上の立場である自覚持てよ。まあ、俺が言えたことじゃないけどな。ごめんなさい。反省して、ここを出たら月下やみんなに謝れ。それでこの件はおしまい。そこからソフィアは成長すればいい。前を向けよ。今は無理か。でも今はそれでいい。俺なりにできることはやった。どうしました、ご主人。メリアは本当にすごいな。こんな心に来ることをやってくれてるんだからさ。月下ちゃんの件ですか。アリシアとソフィアのところに行ったんですね。ああ、これは俺の責任でもあるから、俺がちゃんと言わないとダメだって。専属心なら特にだ。そうですね。ご主人も主らしくなりましたね。いいんです。私は嫌われ役に徹します。だからご主人はけじめも大事ですけど、専属心と関係を悪くしないでほしいです。大丈夫だよメリア。これくらいで絆は壊れない。だから俺は勇気を持ってあの二人の前に立てたんだよ。本当成長しましたね。そう言ってもらえて嬉しいですよ。優しいだけではダメですからね。時にしっかり怒ることも必要なのです。それが分かってもらえてよかったです。ああ、メリアも辛くなったら来なよ。嫌われ役は精神に来るからな。はあ、頻繁に行きます。甘えれそうなので。そうだ、明日から数日帝国を留守にするよ。何かあった時はソルテに行ってあるけど、メリアにも言っておくよ。旅行ですか、いいですね。楽しんできてください。なんなら私も同行しましょうか。
それは月下との旅行の後な、というより一度一人一人の時間を見直して大事にしていかないとな。そうですね、今回私は叱りましたけど、この喧嘩終わったらアリシアとソフィアにも優しくしてあげてください。彼女たちも加害者とはいえ、謹慎が終えてもおそらく少しの間は不調が続くと思いますので。ああ、わかってる、ありがとうな、メリア。ふふ、ではお待ちしておりますね、ご主人、月下ちゃんをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。